かり食べてお腹痩せ、健康食育の柏原幸男です。こんにちは。お米をしっかり食べてきれいになろうというそんなお食事のご提案の中で、今回は美肌がテーマ第2回目になります。前回ではちょっと私の暴露話をしちゃったんですけども、そんな肌に自信がないというところから、今はどうしたらそんなお肌になるんですかなんて質問していただけるようになった秘訣はお米をしっかり食べたというシンプルなところなんですけども、お肌に自信がないとどうしてもいろいろ隠したくなってですね、もう当時はコンシーラーを使い何重にもこうメイクをしてというのをすごい頑張っていましたけれども、結果今は普段はほぼノーファンデで、外からのお手入れはほとんどしなくていいという状態になりました。でなぜそうなるのか、一つはですね、やっぱりですね、お肌も食べ物でできています。ですので食べ物を変えることで、肌も変わってくるんですけども、そんなお肌をきれいにする食事、よくこの食材がどうこうとかいろいろあるんですけれども、美肌になるためのすごく重要なポイントはですね、まずしっかり食べるということなんです。肌の材料である食べ物をしっかり入れることで材料をいっぱい入れる、それでどんどんお肌を作れる状態を作るということなので、食べる量を減らしてダイエットとかをしているとやっぱりですね、お肌が荒れやすくなる、ボロボロになりやすいというのがあります。でその中でもご飯を、お米をしっかり食べるというのをご提案しているんですけども、その効果として一番私が実感したのは、ご飯をしっかり食べるとですね、とにかく肌の水分量が上がるということなんです。お肌の老化の一番こうね、要素としては乾燥なんですね。肌が乾燥するとシワもできやすいし、紫外線のリスクも乾燥すると増えるんですね。潤ってると紫外線弾き返してダメージが少ないで、水分が少ないとくすんで見えるわけです。これは本当にですね、老けて見える最大の要因なので、水分量を上げて潤ったお肌というのがすごく大事になりますが、お米を食べるとお肌の水分量が上がるんです。なぜか、ここはですね、実際やっていただくと1週間ぐらいで違いを感じる人が多いんですけれども、なぜお米でお肌の水分量が上がるのかということについては、食べ方と同時に、次回の動画でご紹介したいと思います。で、シミ、くすみ、そして、小じわなんかを減らす水分量を上げる力がお米にあるよというのをちょっとご紹介いたしました。では次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録はこちらです。